三洋電機は世界初の防水対応フルハイビジョンムービーカメラザクティ DMX-CA100 を2010年6月下旬より発売すると発表しました。実はこの小型軽量になっておりまして、いつでもどこでも持ち運ぶことができます。でスッと取り出してサッと撮るということで、ムービーも写真も高画質で撮れると、シャッターチャンスを逃さないというのが大きなコンセプトでございます。今回のモデルは防水規格 IPX8 対応により水深3メートル60分までの使用が可能です。雨天時の撮影はもちろん、プール、海水浴、スキー、スノーボードなど通常では撮れないシーンを 1920×1080 画素のフルハイビジョン画質で美しく記録できます。フルハイビジョンムービー撮影に加え、1400万画素での写真撮影が可能です。高速読み出し CMOS センサーと高速映像処理エンジンプラチナシグマ3の採用により、1秒あたり7コマで最大22枚まで記録可能な連写機能を搭載しています。またムービー撮影時の新機能として、三洋電機が独自に開発したダブルレンジズームが新たに搭載されています。イメージセンサー上の映像取り込み領域をワイドモードとテレモードの2種類設けて、これらをズームレンジボタンで切り替えることで、従来よりも画質劣化を抑えた形で高倍率化を実現したものです。通常、これは光学のズームの方は5倍ズームなんですけども、ムービー時にはあたかもですね、レンズが2枚のレンズがあって、それを交互に交換するような形でズーム機能が働きますので、最高でですね、ムービー撮影時には12倍までのデジタルズームになるんですけども、での撮影が可能になります。ただ見た目はですね、本当に光学ズームと変わらないような形で、ご覧いただいて撮影することができると。ボディカラーはブラック、イエロー、ピンクの3種類が用意されており、オープン価格となっています。 Digging for News